今日はその長らく止まっていたですね、ポルシェ914の芯回り、フレーム周りをちょっと紹介したいと思います。もう一回ぐらいね、オレンジ重ね塗りしないとちょっと弱いかなっていう感じではあるんですけども、今エンジン周りと、まああれですね、ちょっと置いた方がいいかな、まあ、フレームあってエンジンのオイルパンをしたあたりがこんな感じでできてまして、オイル抜くための、窓みたいなね。でまだ塗装してないんですけど、多分この色と同じような感じになって、ミッションがミドシップなんで、ミッションがこういう感じでもうちょっと伸びていきます。でここの穴はショックアブソーバーが入るところで、スイングアームがこの両脇にもうちょっとできてきてはいるんですけど、スイングアームがね、まだブレーキ関係がねできていないんで、こんな感じでスイングアームありまして、この両脇についてくる感じ、両脇についてくる感じ、こんな感じで、このミッションの横にドライブシャフトをつきますんで、ドライブシャフトがついてタイヤが、車輪がこうついていくような感じで、スイングアームとこう一体化してきますね。でミッションここでちょっと広がる形になります。広がってつぼむみたいな感じでね。これがミドシップで、ワーゲンのエンジン、ビートルのエンジンと同じような感じなんですけども、でこのショックアブソーバーついてこんな感じになってきてますね。なかなかねいい感じになってきたと思います。これ塗装でこの辺がね、入ってくるとまた雰囲気が、あ、ミッションかなみたいな感じになってくると思いますけども、細かなところのね埋め込みもあるし、セルスターターモーターとかいろいろ、あとマフラーとかついてきますんで、そうするとかなりいい感じになってくるんじゃないかなと思います。でずっと下がっていって、ショックアブソーバー周りフロントですね、ここはなんだ、黒系の、なんだっけ、セミグロスかなんかで塗装する予定ですね。でこれはある程度活かしていくっていう形で、実際のサンプルの写真見とこういう丸いのはちゃんとついてるみたいなんで、この辺は生きてるのかな。うん、雰囲気的にね、かなり最初にその、モーターが入って動くように取り付けられていたこのエンジンと全然違いますねこれまあまあまあ、これでびっくりしちゃって、これ6発エンジンになってるんで9146だったんですね、雰囲気としては。でも914で作っていこうと思っていますんでね、まあこんな感じになってきましたね。いい感じじゃないですか。どうですかこれ、ほらちょっとピン合うかな、横向きで雰囲気出てきたでしょ。まあこのあたりが結構確実なものになってくると、もう一気にね出来上がってくると思うんですよ。ボディの方もいい感じになってきてるし、それでねちょっと皆様もう少々お待ちくださいみたいな感じですね。ミュージアビュー、 あとですね、実はなんかお掃除かなんかの時に家族にこれ落とされまして、エンジンつく前に、ミッション関係つく前にボギーって折れまして、ちょっと補強を修理をしました。いやーちょっと勘弁してくださいって感じなんですけども、どんだけね大変な思いして作ってるかっていうことですよこれいやー本当に楽しみにしてください。